はい、ドリームダンサー森原です。みやちゃんです。シャンケンタキーです。よろしくお願いします。アントラ軟式グラブ復活です。やっときましたね。昔あったの？俺知らなかったんだけど。知らないでしょ。昔ね、でも結構やっぱ職人がね、歴史がある職人だから。そうだね、うん、昔はあったんだけど、どうしても職人一人でグローブを作ってて、かついいものを作りたい、グローブを作品っていう職人だから。そうです、作品ですから。作品ってことは、こだわりがすごくある職人、いいものを使ってもらいたいっていうのを厳選してて、やっぱ公式しかできなかった、くなりつつあったので、軟式用が、一時ちょっとなかったと、はい、っていうことなんですけど、最近軟式ユーザー多くないですか？めっちゃ多い。めっちゃ多いっすね。多いでしょ。でも、言ってたよ。そうそう、言ってたじゃん。ちょっと軟式用ないっすかみたいな。言ってました。言ってたでしょ。伏線もしかして。そういうこと？やるね。やれよみたいな。やっぱ未来から来たんで。軟式って、まあ、世間一般的に公式に比べたら下に見られがちじゃない？見られがち。確かにそうですね。でも逆に軟式用のイメージどういう？軟式用のイメージですか？軟式用のイメージ。軟式用グラブ。なんか先っぽがこうゆるイメージ。あ、はい。ふにゃふにゃじゃないけどさ、なんか破けやすかった。あー、わかる。そう、ちょっとね、あの耐久性弱いかなみたいなね、イメージがあると思うんだけど、アントラはそんなことございません。ないんですか？ないよ。ないっす。ないないない。だって職人が軟式用に合った革を厳選してくれるわけだから、はい、革の質、素材を選んで作ってくれるってことなんで、作ることで変わんないんですよ。うん、そうだね。そうなんですよ。何で安くするの？そういうことになっちゃうんですけど、やっぱり公式、今じゃあ公式オーダーって全部オーダーしてるよね。色複数色使って刺繍も入れてっていうのが公式用でフルオーダーなんだけど、そこを軟式用は土台をまず決めます。グローブの色一色決めてもらって、刺繍一箇所はプランというか、うん、中に中に入ってます。あとはまあ、ラーメン屋さんでいうトッピングそうですね。トッピング、トッピングようなイメージ。ラーメンを選択しました。チャーシュー入れるのか、煮卵入れるのか。だからそれをこう土台にどんどん色、うん、あと大きさ、形もそう、ここ短くしてくださいとか、そういうのもトッピングみたいなイメージでやっていく。それがあるからその値段でできるみたいな。土台の値段を落として、ちょっと気になってるね。気になってる。いくらなんだよっていう目してたから今。で、その値段どうするの？その値段ってどの値段だよって。でしょ？そうだよね。だってまずさ、プロデュースがさ、まあその公式のグレードの中で一番ベースとなるやつで4万5000なのよ。そうね。で、やっぱり軟式でって言っても質案も落ちないし、工賃も下げられない。そのオーダー方式変えるだけでどこの辺まで下げられるのかが想像つかなくて。ね、まだ値段聞いてないのでマジでわかんないです。4万ぐらいかなっていう。って思ってます。なるほどね。でも他のところだったらもっと値段するんですか？いや、そうです。まず4万5000円で公式行けるのおかしいんだからそうなんですよね。でもグローブ一つでプロも変わるからね。そうだね。そうで、これちょっと俺一つ言いたいことなんだけどめっちゃ伸ばされる思ったんすね。もう俺じらすよ。はいよ。いい、はい、VIP あるよね。あ、VIP ある。プラチナでしょ、うん、プレミアムあって、それの下じゃないから。あ、そうだね。わかる。これはあくまで公式は公式用、軟式用のブランドっていうイメージだから下ではない。下ではない。軟式用の名前もまだ気になってるね。名前が、名前がつくんですよ。気になっちゃう。なんか気になることいっぱいだね。値段、名前、ねえ、ねえ、早く教えてよ。俺知らすよ、今日は。めっちゃ長い。よかった。じゃあまず名前からね。アントラーバリュー。バリュー、バリュー、うん、アントラーバリューっていうブランドで軟式用はやっていこうかなと。いいね。いいでしょ。いいでしょ、アントラバリューってかっこいいの。軟式っていうとみんな気になるの価格じゃん。価格ね、気になってるもんね。気になってるもんね。やっと来た。やっと来た。やっとお待たせしました。こんなお待たせしました。はい、価格じゃあいきますよ、はい、3万。え、ちょっと待って、そこ4じゃないの？3万。はい、4000円から。はい、購入しましょう。これは買います。ね、買いました。もう今買いました。誰が第1号でしょうかね。気になりますね。買いました。買いました。買いました。1号。どっちが1号？いっちゃう。僕筒号。何色にしよっかな。そう、価格はね、もう3万。え、マジで言ってる？マジで。安い。3万円です。
うわ、やばいです。で、血出てるっしょ、今。やばいよ。打たれてる。ここボロボロよ。でもね、やっぱり価格が一番大事だと思うんだよ。硬式用と軟式用のイメージってどうだ。硬式用のグローブいくらってやっぱ価格が一番気になるんだよ、うん、ね。なんか、なんとなくの想像がね、あるもん。そうそう、やっぱ軟式用は安い、硬式用はやっぱ高いっていう、多分みんなのイメージってあると思うんだ。結局そのプロデュース超えないもんね、値段的に。超えないよ、だって4万5000円でしょ。だから3、4だから1万1000円ぐらいはトッピングできちゃうから。やばいっす、し放題だね。し放題でしょ。マジか。もう買いますよ。買うの？買います。言いましたよ。俺も買ったよ。今さっき言ったじゃん、俺買ったって。じゃあ第1号だ。ドリームドア。やっぱりこのアントラーの軟式を発売することによってさ、野球人口今減ってきてんのよ。そうなんだよ。でやっぱり野球人口が減ってきてる中でやってたじゃない。WBC ね。WBC やってたじゃん。そうね。やっぱあの影響で始めること絶対多いのよ。絶対多いんですよ。感動したもん。で特に小学生とか始めるってなった時は軟式から始める子ほとんどだから。確かにそうだね。だからね、やっぱ WBC があってこれからの野球人口を増やすため、増やすため、うん、野球というスポーツね、いろんなスポーツいいと思う。でもやっぱり野球っていいなってすごくこの WBC を見て俺は感じた。すげえ感動したし、去年までいた仲間が頑張ってたっていうのもあるから、このタイミングで野球人口一気に、うん、ね、野球で盛り上がれるようにアントラーもぜひ力になっていきましょうと、はい、いうことでアントラーバリューです。ご視聴ありがとうございました。ドリームドアの室内練習場は JR 金町駅南口から歩いて10分のところにあります。下町風情ある街並みを抜けていくと左側に緑色の看板が見えてきます。はい、こちらがドリームドアの室内練習場です。中に入ると鮮やかな人工芝が広がっています。設備も最高です。またドリームドアではアントラーグローブを販売しています。特徴としてアントラーの職人はコンピューターミシンを使用しておりません。すべて職人の手足の微妙な感覚で製作しており、一つ一つに職人をはじめ設計者も含めた心のこもったグローブとなっています。基本的にオーダーのみの販売となっており、価格が4万5000円からとリーズナブルなのも魅力です。興味のある方はぜひお気軽にお問い合わせください。それではまたご会いしましょう。